食材は今日使う分だけを買ってきます。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速イメミの館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロンみやみの館へようこそお越しくださいました。ということで今回はのんびり風景を楽しむことのできる白爪草むらに行ってみたいと思います。この白爪草むらは前に紹介したひな爪草むらを作った村長さんと同じ人が作った村です。ほい、もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで白爪草むらに出発。ほい、白爪草むらに到着。またプレゼント式で置かれてあるね、着替えが。夢の世界へようこそ。あなたは今、白爪草という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の白爪草の世界をご堪能遊ばせ。ということで、着替えていきましょう。どんな感じかな。一通りかな。二通りぐらいあるんかな。あ、吹き戻しや。手に持つものは吹き戻しが。とりあえずこれ全部中身開けていって、ん？あれは？ウィッグかな？あ、二通りやね。黒のスカートか包帯パンツ。じゃ、とりあえず黒のスカートでいこうか。ミイラの被り物だと。じゃーん！こんな感じで、お茶目な、お茶目なミイラ女になったんだけど。一応、ミイラでも性別が分かれるのね。スカートとパンツと。こうやってなんか広場の周りを道が囲んどるっていうのもいいね、すごい。なるほど。そして、ま、動物たちと人の居住地は分けられている。はい、これが白爪草の地図。また広々とした道がね、こうやって広がっているけれど。なんかすごい。キッズ。あら、あなた、誰？夢の中でも知らない人が出てくるのね、ザ・パンク。パンク系ファッションだなとは思ったけど、そのまんまそういう感じなのね。ちなみに、村長さん、ルーシーが好きらしいんだけど、村長さんの家の近くにはルーシーが住んでると。ってことは、一番橋の近くに住んどるってことかな。こっちじゃない、こっちや。迷子になる。飛び盛りで迷子になる。どんだけだよ。あ、行き過ぎ行き過ぎ。ここ？ルーシーの家。ちょ、待って待って待って。ルーシーがどの子か私いまいちよく分かってない。あ、この子か。お見かけしない方ですけど、よそからいらしたんですか？初めて見たルーシー。ここは夢みたいに素敵な村ですよ。楽しんでいってくださいね。痛い。痛い？どうしたの？何があったの？痛いのはこっちじゃね？めっちゃ包帯ぐるぐるなんやけど、こっちじゃね？あ、どうも、なんか友達同士でおる感じやね。ノナちゃん、ノナフラワーショップ開店。あ、住人、名前は一緒なのか？ひな爪草村と。なんかあれかな。別世界というか。こっちのノナちゃんはフラワーショップを経営してるのね。向こうはカフェやったけど。そしてあ、違う。同じやった。そして、はい、村長のマナさん、ひな爪草むらもよろしくね。なるほど。ってことは、こっち、手前側の、こっちが村長さんの家ってことかな。この村の村長さんの家はちょっと、ね、ひな爪草に比べてちょっとこじんまりとしたのかな。パラレルワールドみたいな感じ？お、子供がおるよ、子供が。あ、ちゃんとランドセル、これ、カバーのやつとかあるんや。これね、小学校1年生なんか1年生だけつけとった記憶がある。え、なんか私らのやつこういうマークじゃなくって、なんか文って書いとった。でっかく文って書いた、なんか黄色いカバーを1年生の間つけさせられとった。だけんね、なんか、ランドセルの色が何色でも、なんか黄色にされてしまうっていう、あ、ちゃんとルーシーの
写真を飾っているじゃないの。6月2日やって私と2日違いや。好きな言葉は、見つめる鍋は煮立たない。見つめてても煮立つよ。何？どういう格言なの？そしてこの3人の埴輪はなんかあれかな？歓迎してくれよんかな？ん？ 2 回めっちゃシンプル。超絶シンプルじゃない？白が好きなんかな？ねえ、なんか、物は多く持たない主義ですっていう感じやん。こうなんか、買い物もしとるけど、なんか、食材は今日使う分だけを買ってきますみたいな感じじゃない？あれかな、話題のミニマリストみたいな感じ。なんか物を多く持たない人。私物とかね、なんか全然捨てれんけん超溜まっていくんやけど。お、あ、ちかわかわいい。やっぱ可愛いものはちゃんと好きなんやね。あ、見てこれ。これ左側の服あれじゃない？肩出しの服じゃない？めっちゃオシャレ。いいやん。私、これやったらさ、どっちもデザイン的にはめっちゃ好きなんやけど、現実で着るのは断然左側やね。左側みたいなタイプの服は結構持っとるよ。え、可愛い。めっちゃ可愛いんだけど。あ、そして虫捕り大会ね。いいね。トロフィーゲットした。はい、そしてじゃあこっち側がののちゃんのフラワーショップということでお邪魔します。あー、いいねいいね、お花屋さんや。お花屋さんってさ、なんかもう近くに寄るだけでさ、めっちゃいい匂いせん？いいよね、あのお花屋さん独特の匂いっていうか、なんかいろんな花の匂いが混じっとんやろうけど、でもめっちゃいい匂いするんよね。私結構なんかその香水が好きでさ、なんかバラの香りの香水とかも前使いよったんやけど、なんか濃すぎず、薄すぎず、いい感じの香りやなって思いながらつけよった。ただ私ね、道端でさ、香水のボトルを落としてパリーンってなったことがあるんよね。いやー、匂いがね。匂いがね。まあ、建物の中じゃなくてよかったよね。何の話やねんって感じやけど。なんかさ、このさ、丸い、この前でさ、これなんか結構可愛くない？好きなんやけど。こういうなんか、花とちょっと交互に置いていく感じの、この置き方結構好きなんやけど。いいね、いいね。さあ、そして、あ、またしても公園が。いや、みんなやっぱり公園とか作っていくんか。あ、ちゃんとゴミ箱が置いてあるよ。ゴミはゴミ箱に。ね。ね、しっかりと。まあ、この R パーカーズの隣の、このスペース、よきよきやね。公園かー。やっぱ作るべきかしら。あ、ちなみに、役場と駅はモダンなデザインらしいです。モダンデザインな駅。え、かっこいい。え、かっこいい。へえ、こういう感じなんや。役場はあっちだ、あっちだ。役場。はい、ここに、モダンデザインな役場。あ、すごい！でも現実、ね、市役所とかってこういう感じじゃない？建物。まあ、どこもそうかはわからんけど、ね、こういう感じ。あ、白爪草村の旗はああいう感じなんやね。まあ、クローバーや。そして、こう、役者の隣にモニュメント。まあ、そういう感じのなんかあるよね。あ、そして花時計。あ、すごいな。なんかこういう元からある施設の周りにこういうの置いていって組み合わせていくっていうのもね、私全くセンスがなくって。センスがなくってなくって、どうしましょうっていう感じなんやけど。辛いわ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんでミイラやったんやろね、ちょっと一瞬ホラーが始まるんかと思ったけど、別にそうでもなかったし、でもゴビが痛いっていうのがすごい気になったよね、ルーシーの